よしです。どうも、もう返せません、赤崎です。振りしきる雨の返しようです。はい、よろしくお願いします。はい、さあ今回こちらです。ワンポンドのステーキ炊ける秋葉原店ということで、なんと二郎系のステーキをね出してくれるということで、1日10食限定、10月限定でございます。もうちょっとステーキだけどね、もういっちゃおうということで、ただライスは買わず単品で購入しております。ちょうど1000円で税込みでございまして、しかも雨の日限定でなんとカレーというのもご購入いただけるということで、出てきたのがこちらです。うわーっとうまそう。すごいね。野菜とニンニクはデフォルトでもうマシマシだよということで、特にコールはないそうでございますね。でこちらね、もやし、ネギ、フライドガーリックなどが、上に散りばめられた非常にね香ばしい一品なんですね。だけで早速こう見ると確かにうわ多いな。おお、ステーキでいうとこんなに盛り上がってないよね。いやね、平面だもんな。平面だもんね。牛という表現をさせていただきますけど、いつもは豚なんで、これまたね肉汁あふれるレア焼きなんですね。焼き方の加減は調整できるんで、お好きなようにしていただいて、ミディアムでもあれでもウェルなんかすぐ出ればいいけど、ニンニクだれがねまた美味しいんですよ。ステーキソースではなく塩ニンニクだれが非常にうまいで、これをちょっと紛らわすかのように野菜をこう食っていきますけども、茹で野菜じゃなくて炒め野菜なんでまた違う美味しさなんですよね。で麺も実はあるんです。あ、そうなん。パスタですけども、ちゃんとそこは二郎としてすごいね入ってるんですよ。そこはすごい嬉しかった。僕は上からこう降りてくる肉汁たちのうまみによって、このパスタがねオリジナルの美味しさなんですね。ここでまたねたけるのタレというものをぶっかけていきますが、もともと優しめにステーキソースはかかってるんだけども、やっぱりこのソース系が好きな人にとってはこういうのをかけていくと美味しいでしょう。お味としては玉ねぎの甘みがこうふわっと香るあの味って感じです。あの味わかります。あのと牛脂も入ってる、油ももう入ってるんですよ。直でもいっちゃいますけどもね。さらにちょっとずつ味変して、こうニンニクうま塩なんてもありますから、さらにうまみというか塩系だけが好きな人にとってはね、こっちでいってもいい。こんなに味変しないよね普通ね。1個にだいぶ序盤だしねこれ。そうね、ステーキソースさんじゃなくて塩肌ゼっていうのはおすすめですね。プラス3種類まだあるよということで、こちらの玉ねぎベースの自家製ソース、玉ねぎ好きはもうこれでしょうな。ただちょっと特殊そうなんで別皿にちょっと移してね、つけていきますけども、どんな味なのかな。これはね甘いんです。なるほど。これねもう非常に甘い。もう甘い、もう玉ねぎジャムみたいな。本当に甘いんだ。なので気をつけて。さらに雨の日限定カレー、雨降ってないとダメだから本当は。これはレアでした。お得ですね。レアなものをレアでつけるね。いやもうディップしていきますけども、このカレーにも一応ご飯ついてないんで、ご飯頼むとおかわり無料なんでね、ランチタイムとかだってすごいいいんじゃないでしょうか。ハッシュドビーフのようなお手前、しかもカレーに入ってる肉があるんですけど、これもまろやかでうまいんで、そのままいけるよっていうね。やっぱりねここにつけていきますよね。マジ乱れないねこの光景は。本当にこれも別皿にしとけよ。いやそっかそっか。でもこれやっぱりね、つけ麺のようなつけパスタ、これ隙間産業なんじゃないですか。これ意外とつけパスタって新しいこれないんじゃないですか。あんまりどう見たことある？まあ見ないないよね。もし俺つけパスタ屋とつけ麺屋並んでたらつけ麺屋行きます。つけ麺屋行くか。もしね、もしかたまにはいいんだけど、こういうのもね美味しい。まあわかんないです。まあわかんないか。でもこれはうまかったですけどね。そういった間にポン酢がありーの、まだまだ味変ありーの、ガーリックオイルありーのガーリックオイルがねちょっとね硬くてね、本当に私剣道部だったんだけど握力が19しかないんで。マジで本当にね飛んでくじゃん。いやもう剣道部界で一番の雑魚だったんだよ。すごいな。試合中に市内ぶん投げちゃったことあるんで。あとこの今の何だったの？あ、ちょっと光っちゃいましたね。ほわっと光っちゃいました。液体ニンニク美味しいよね。液体ニンニクがまたギューッとポン酢とね別々でかければよかったね。同時にかけちゃったから混ざっちゃったけどまだある。フライドガーリックもかけ放題。タクどうなってんの？我々ここでマシマシ TV の本域まだまだ行くぞ。うおー、かけるねー、まるでコーンフレーク。わーおこういう日は家帰ってきてほしくないですね。あららら、帰っちゃいました。はい、帰っちゃいましたけど、サクサク食感が美味しかったなー。で1点だったんだよ。これで来てんだね、やっぱね、家に。僕は二郎から出てくる人も息いい匂いだなって言っちゃいましたけど。ニンニク好きすぎてね。すごいね、これね。というわけでね、ガーッといきます。セルフ98なんてございまして、86いただきました。なるほど。やっぱりそんじょそこらのステーキじゃない、二郎系ステーキでした、これは。というわけでね、10月限定ということで、まだもう数日あるんで。まだまだ間に合いますよ。ただたけるというのが本来は関西の中心のお店らしい。東京は上野と秋葉原だけかな。だいぶまとまってる。近いな。近いところでほぼ隣の駅。まあ1日10食なんで確認してから行った方がいいと思います。この日は夜でもあって。というわけでね、面白くて美味しかったです。面白いし、美味しかった。面白かったです。たけるさん、ごちそうさんでした。はい。おつさんです。